なおチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、なおチャンネルのとです。さてね、今回はですね、こちらランドマンさんに聞いております。ということでね、私ね、何をやりたいかですね、実はね、サッカーコートにですけども、サッカーコートでね、サッカーポスト3連チャンをやりますよ。ということで今回ですね、サッカーポスト3連チャン当てるタイトルです。ちょっと噛んじゃいました。サッカーポストってね、真ん中右左であるじゃないですか。それをね、3連チャンでやったらかっこいいんじゃねえかっていうのをね、ちょっとやってみたいと思います。僕もね、サッカーはね、小学校2年生から高校1年生までやってましたんでね、ホットサロンね、5年間ぐらいはね、やったことございますので、さすがにね、当てられるんじゃないかなということでございますよ。ちょっとね、寒いんですけども、今早速ね、やっていきましょう。それでは行ってみましょう。レッツゴー。ではね、始めていきたいと思います。まあね、センターラインから始めて、まずはね、真ん中からいってみましょう。真ん中、右、左で当てる感じでましょう。これね、一発でいきますよ。時間もね、ありますので、ね、まあ、ちょっとね、いきましょう。許してくれますね。普通は許してくれるでしょ。どうすか、今かすって当たったような。 OK ですかね。おっしゃ、ナイスゴール。やっちゃった。これやっぱね、私むずいわ。絶対成功するマジで。かすりましたけど、OK ですか？うん、ダメですね。今はかすってない。OK です。 OK? 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 最後左当てれば半日ゴール。真ん中、右、左、クリアになります。これ決めるよ。うわ、やっちゃった。でもこれ、いけなくないってことはマジで証明した。もうこれ、奇妙3連チャン、ゴールポスト当て、真ん中、右、左、右、左、どちらかでもいいんですけども、決めちゃいましょうか。え、今見ました？え、今両方当たったっすよ。うっそ。待って、すごくない？左右逃げちゃってましたよ。これちょっとラスト真ん中でなんで、これいっちゃいましょうか。一応ね、右左当たってるから、これ2回カウントさせてください。今だったらどんどん振るとよろしくね。よし、はい、見事
にゴールポストを真ん中右左3年ちゃんクリアでも違ってね、左右真ん中でクリアしましたが、やったぞクリアしました。はい、ということでね、ゴールポストね、真ん中右左ね、サネちゃん、アートしました。やったー。サッカー経験というのはね、私のね、体の中にね、溢れておりましたのでね、だから成功できたんじゃないかなと思います。でも最初はね、いけるかなと思っちゃったんですけども、でもなんとかね、感覚をね、取り戻しました。本当に、現役に戻った頃ですね、ゴールポスト当たるじゃないですか。ボールあっち行くとき、走るじゃないですか。もうシャトルラン。なのでね、だいぶこれ体力めっちゃね、つくと思うのでね、こういうサッカー企画、やっぱめっちゃいいっすね。あとはね、これ次の動画ね、あげるんですけども、カジサクさんがね、サッカーでスーパープレイやったじゃないですか。ゴールポスト真ん中2連チャンやってからシュート。あれもね、次回の動画でアップしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回ですね、サッカーのゴールポスト真ん中右左をね、3連チャンやってました。もう今回ね、右左真ん中だったんですけども、それね、許してください。批判があったらコメント欄よろしくお願いします。最後までご覧になっていき、あらす。以上、なおチャンネルのなおとしたまたいつかお会いしましょう。See you!皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録 SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you!